ほう。こんにちは。見れて癒されます、ありがとうございます。よかった。やっほが素敵だって今なら言える。本当は超楽しい、犬喋ればワンダフルでしょ。でも見ずにポーズ決めて魔法使い風にキュア、キュアブラババの魔法の言葉ではちょめちょだよ。なピンチはダンシンダンシン、全然このステージクリアできない。全然ステージがクリアできない。悲しすぎる。何、私計算下手なのかなってぐらいダメなんだけど。おい、下手すぎるのかな。なんで。どうしたらいいの。こんにちは。ステージむずすぎて。くさ、間違えた、タップしちゃった。それさっきと同じじゃん、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 同じじゃん。それじゃダメなんだよな、それじゃダメなんだよな。うん、23、23は言ったんだけどよ。言ったのはいいものの、ダメじゃん、無理じゃん。なにこれ、ここか。元気ですよ多分。まあまあ元気だよ、元気元気元気だよ。人間元気以外本当にないと思う。
元気じゃないとやってらんないぜ。でこれをマイナス50せずに45足して足りないもんな。あと300ぐらい足りない。なんだろうこれ。23が一向にクリアできないのはなんで。あらそう。マイナス出てんの。できる気がしないんだけど、全く。12、なんだろう、私が悪いんかなこれ。私のやり方が悪い。行ったり来たり、23も行ったり来たりしますよ。やり方が悪いんかな。私間違えてる？待って、こうした方がいいのかな。これ数字少ない。これだと、300とか全然足りなくてくさ。というかもうダメだね。こりゃチームの使い方が完全にダブルだから、それは良くないよ。わあ、全然クリアできないこれ。全然クリアできないんだけど。のかね。1600までやって、そっからボスを倒すんじゃなくて、下の551マイナスのやつをやれと言われるんだが、いや絶対にそこじゃないと私は思う。ここか。へ、になりました。こりゃむずいの。ヒント流したよマジ。ちょっと待って、51の前に3380あった。おお。ということは私の掛け算も
するところ間違えたな。なるほど。よし、ありがとう。ふう、匂いますね。むずいな。ということはこのさ、マイナスをいかにさ避けていくかだよね。全然避けられないんだけど、このマイナス。上の90到達段階で832。830になってますか。I don't know. I don't know. でもさ、これさ、かけ算し、かけるをやんないとさ、こうか。やります。ここで勝ちます。さあ、ここの50やります。90いく段階で 800？いや、待て。え、負けた。あ、普通に負けた。マイナスを避けるのではなく、最小限の掛け算で進む。いくつか向ける。え、だよね。そういうことだよね。なるほど。そういうことだよね。掛け算を残しとかなきゃいけないんだよね。それは分かってたんだよな。でもな、残せなかったんだよな。なんでだったっけな。なんか、ちょっと待って。最小限の掛け算でいくってことは、とりあえずだよ。とりあえず、次につながるところ、ここかな？次、ここかな？行くの。え、むずい。ちょっと待って、大きいやつ残しとこう。大きい掛け算のやつ残しとこう。んで。でもだよ。ここ行きたいから、とりあえず掛け算をします。したら、50引きます。45で次勝ちます。315になりました。で、これをかけた方がいいの。今ステージ23をやってるんだよね。え、いや、かけたら、え、おかしい。でもかけたらさ、掛け算がなくなっちゃう。だからそれはおかしいってことなのか。なんか1885とか言ってる。え、パニック、タイタニック。あ、間違えた。あはは、間違えた。多分これ選択ミスってる。多分これダメだ。いや、無理くね。1580にしかないんだけど。なんで？なぜなの？上の爆弾のさ、2029っていうのがさ、ちょっとさ、意味わかんないんだけど。これを超えられる数字がもまだ出てないんだけど。あとの、45の段階に95になります。
ほう。私あとの360、300とかで進めば OK。自分のね力でなるべく行きたいんだよね。でこれがさ、いやおかしいんだよな、多分私の計算が間違っているんだいるんだWhat? えくうむずくねえか。45の段階で95になります。ということはだよ、あまりそれ以上にならないということだね。 40×4 こうか、これか、もしや、もしかし、もしかしてだけど、いやでも110だ。できないかも。×2×2×4をいつ使うかがポイント。あで今使って310、いやこれだとちょっと待てよ、ちょっと待てよ、うん？ちょ待て、いやちょっと待って、なんかかける5したら1550になったんだけどさ、こっから先さ下に行けっていうさのがあるんだけどさ、ちょ待てよ、え？下に行った方がいいの？あ、待って、やり直しちゃった。もう嫌だ。やめよう。後でまたやろう。ちょっと待って、頭の整理をしてからやろう。もう全然できん。ちょっとみんなから教えてもらったやつをちょっと一旦整理してからやるわ。頭の中で。一応。ちゃんと考えてからやるわ。くさノーミスバーン。もうすぐで終わっちゃうよ。みんな戦力上げてくれてるか、上げてくれてるようで私はとっても嬉しいよ。お城上げなきゃね、みんなお城を上げて、じゃんじゃん上げて。コロシアムが下がってる、コロシアムが下がってる。あげなければ誰かに勝たねばならぬ。でも自分の戦力だと勝てないなっていうのもあるんだよね。コロシアム、あ、コロシアム好き。ありがとうございます。ただいまショート中、本当に結構ショートのーみそばーん。ギリギリ勝てるかな。
全然変わらないけど、勝てますように。やだ、なんかデモンストレイヤーだけ、よくわかんないけど、この影の刺客みたいな人が私あんま好きじゃない。あの影の刺客わかんないけど、あの飛んでくるやん、あの周りに自分たちのさ後ろ、デーモンスレイヤーかよくわかんないけど、なんかあのそいつがそんなに好きじゃない。なんか自分のところに飛んでくるのがあんま好きじゃない、こっち来んなって思うね。でも自分たちの同盟の中にそういう人がいたら相手にそういうことができるから、まあ強そうではあるよね。上がった、順位12位ぐらい上がった。そう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 、明日は可愛いね。昨日も言ってたけど今日も可愛いんだよ私は。自分で言うのもあれだけど、いつでも可愛いと思うよ多分。きっと。可愛いと思うよ多分だけど。自己肯定感上げてこ、じゃないと人生悲しいよ。え、なんか MP がちゃんと溜まってないのに攻撃をしてくれた、あのラララーンが、目が出てた方が可愛いよ、ありがとう。普段はね、メガネはしてないからね。普段はメガネなのか、それだと違うのか。普段はメガネはしてますね。おお、強い相手、勝てる気がしないな。お前が普段言わなこと言わなそうな選手、言うやろ、言う言う。いや負けそう負けそう、相手が全部49でこっち45のやつとかいるのに、しかも相手死の騎士持ってるから絶対強い。ずるいずるい、すごいすごい。あ、勝った。でもこれはほら2だ、1人死んじゃったからね。殺し屋で殺されるピン。仕事中なの、頑張れファイトだぞ。私はいつでも皆さんのことを応援しています。皆さんが私のことを応援してくださっているみたいに、私も皆さんのことをいつでも応援しています。死の騎士ね、いいよねって言っても私そんな育てないんだよね。あ、ブリキの次に育ててる。死の騎士今37だって、ちょっとあげようかな。すごい量のなんか HP のやつ余ってるんだけど。あ、でもこれ全部使ってもダメなんだ、これは難しいぜ。かわいい、ありがとう。美人さんです、美しい、ありがとう。次の騎士頼もしい。え、だよね、なんかさ5秒後に復活するとか言ってるんでしょ、そいつすげえやって感じよね。ではちょっとそろそろね配信終わりたいと思います。あっという間に時間が経ってました。私ちょっと今日ね、そう、そろそろ終わろうかなっていうふうに思います。バイバーイ。ごめん、急で。シェディン、スクニケイさん、ありがとうございます。ニャン。イルベニー、アイフェニーさん、ありがとうございます。
ゆめ、ゆずきちさんありがとう。メリーさんありがとうございます。ナインアプロさん的ブルマでありがとう。エツキンバカさんありがとうございます。セブンスカンピニーさん的ありがとう。シフティー総合コンテンツさんありがとうございます。デビッドさんありがとう。フォーエスタイファイナさんありがとうございます。セブンスサクちゃんありがとうございます。セカンドエスラビさんありがとうございます。フォーエス出庫さんおめでとう。フォーエスありがとう。ということで本日も配信ありがとうございました。楽しかったです。またね。ありがとう。バイバーイ。